豊川市立八南小学校は愛知県豊川市の口町豊川区にある公立小学校。八南小学校は1872年に創立され豊川市内に所在する小学校の中では最古の歴史を持つほか全国的に見ても学生発布とともにごく最初期に設立された小学校のうちの一つである。所在地は豊川市の中心部より やや北西側にあり、比較的資金に、豊川市立中部中学校、豊川市立八南保育園がある。工区は、豊川市の中心地である、諏訪地区と、名鉄名古屋本線、豊川線の特急停車駅がある、国府地区に挟まれた地域を占めているほか、周辺に大規模な工業団地が、次々と開発されたなどの理由から、1970年代頃から、 宅地化が進んできた地域ではあるものの、現在でも、所在地周辺や、高区の北東部では、水田が広がる、牧歌的な風景を見ることができる。また、学校の西側に、三河国分寺、三河国分まで跡などの史跡が所在しているほか、長篠の戦いの英雄として、有名な鳥居ネーモンマサル賞の出身地であるなど、児童が豊かな自然や様々な歴史に身近に触れる。 ことのできる環境に立地している。たくましく、考え深く、思いやりのある子供を育てる。新編とよかわしし第三巻通史編現代とよかわし2007年3月、P126 とよかわ立八南小学校校舎、増築登校時。ありがとうございます。